はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社もてなし便の椎根翔です。今回もですね、弊社のお試し体験に来ていただいた、藤井さんのインタビューを続けてお送りします。藤井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、今回はですね、なぜ軽貨物を選んだのかというところですね、はい、お願いいたします。はい、まあ、運輸業にはまあ興味があって、まあ、いろんな会社をいろいろ見てみたんですけれど、まあ、どの会社もやっぱり中型の免許が必要だったり大型の免許が必要だったり、うん、で働きながらそういう免許を取るのがちょっと大変だなと思って、うん、でそれで、まあ、軽貨物であれば今持ってる免許でできるかなと思ったので選んでみました。そうですね、おっしゃる通りですね、はい、そう、普通免許でできるのが手軽ですよね、魅力だと思います。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、藤井さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。